カナール・アンシェネ、カナール・アンシェネは、1915年にジャンル・マレシャルとモーリス・マレシャルが、創刊した、フランスの週刊風刺新聞である。フランス最古の新聞の一つであり、特に風刺新聞としては最も長い歴史を誇る。同じく風刺新聞として知られる、シャルリー・エ・ブドと同様に、報道機関としての独立性を維持するために広告は、説掲載しない方針である。 1915年9月10日、ジャンヌ・マレシャルとモーリス・マレシャルが、風刺漫画家、アンリー・コール・ポール・デボー・ガシエと共に創刊。100年以上の長い歴史を誇る風刺新聞であり、販売部数は各週約40万部。調査報道と過激な風刺画により、体制を批判し、政財界の腐敗を暴いてきた。 政治的立場としてはもともと左派であり、反体制順応主義、反体制、反パリ中心主義、平和主義、反強権主義、反軍国主義、要はアナキズムとされるが、報道の客観性を維持するために、左派でも右派でもないと主張する。実際、社会党、ミッテラン政権時代の一連の腐敗を暴いた1981年には、売り上げが73万部に達した。 最近では、2017年フランス大統領選挙では、有力候補であった、中道派のフランソワ・フィオン元首相の不正給与、疑惑などのスキャンダルを暴いた。ジョルジュ・クレマンソーが発行した新聞、エル・ホンメ・リーブルが、当時の政府を厳しく批判したために検閲を受けて、廃刊になり、皮肉を込めて、エル・ホンメ・エシエネと解明した。マレシャル夫妻は、こうした検閲反対。 表現の自由、風刺の精神にインスピレーションを受けて、ル・キャナール・エシェネと命名した。キャナールはフランス語のスラングで、新聞という意味である。ル・キャナール・アンシェネは、発行を続けるにつれて、人気を博し、1940年に、フランスがナチスドイツに占領された期間の一時休館まで、世論に影響を与え続けた。フランス解放後は、発行を再開し、 1960年代には、現在の8ページの書式に増やされた。この新聞は、原則8ページで構成されている。1から4ページと8ページは主に、ニュースと社説である。5から7ページは、社会問題、環境問題など、背景、一般的なユーモアや、風刺漫画、文学、演劇、映画などの批評が掲載されている。 発刊初期に貢献した人物は共産党や社会党のメンバーであったが、1920年代にこれらとの協力関係は解消された。政治的に左派の傾向があるが、現在の新聞社のオーナーは、いかなる政治、経済のグループとの結びつきはない。また、いかなる提携からも強く独立を守っていることで、犯罪の告発といった記事や偏りのない政党批判を展開している。 注目すべきは、フランスの政治と財界のスキャンダルに焦点を当てている点である。かつて他の主要な新聞は、政治要職やスキャンダルを追求することに乗り気ではなかった。現在では、それらの新聞も積極的である。しかし、本史は、その空白を埋めるかのごとく、これらの追求を進んでいった。しかしながら、最近は改善したとはいえ、 国際報道については、村があるとも言われる。これらの情報源は、フランス政府や他のメディアによる報告であることも多い。有名な記事としては、インチキのインタビュー、一週間をまとめた、プライゼス・デベック、口論や、有名な文章の切り抜き、とは言うものの、出版物での誤植、言葉のおかしな御用など、悪な高く謎めいた、スール・エル、アルバムで LA コムテス。 伯爵夫人のアルバムなどがある。基本的に広告は掲載されていない。本誌は密告者による情報を含んだ政治家の消息筋や公的行政機関のリークなどを記事にする。フランスにおける政治背景の情報が充実しており、これらの暴露記事によって内閣の大臣が辞任に追い込まれることもたびたびある。また記事の中には明らかに 非常に高い地位のものが情報源である内容も見られる。シャルル・ド・ゴールはよく標的にされ、本主がすり上がる毎週水曜日に、あの忌まいましい鳥は、なんと言っていい。キューデットル・バラトル、と述べたとされる。大統領や首相といった国のトップたる政治家が他の政治家について語ったオフレコが、一時一句、記載されることが多い。また記事には、風刺漫画やジョークも含まれており、 事実に基づきながらも、おどけた調子で書かれたコラムもある。他にも、国民に影響する話題、雇用者や安全問題に関する企業のスキャンル、司法の失策、公的機関やサービスの悪態などもリポートしている。本市の特徴である風刺に対しては、批判と抗議も存在する。2013年に本市が、数日前に決定した2020年の東京五輪と、 福島第一原子力発電所事故を絡め、足や腕が三本ある力士の横で、素晴らしい。福島のおかげで相撲が五輪に採用されましたと、例とする人物の風刺漫画を掲載したことに対し、日本の菅義偉官房長官は遺憾の意を述べ、大使館を通じて抗議する意向を示した。これに対して編集長のルイ・マリー・オラオは、責任を持って、この風刺画を掲載した。 いささかも良心に反するところはない、ユーモアを使うのは犠牲者の感情を害するためではない。フランスでは悲惨な出来事をユーモアで表現するが、どうも日本ではそうではないらしい。在仏日本大使館が抗議したのは福島では全てうまく行っていると言いたいからだ。日本は東京五輪を前にして福島について良いイメージを与えたがっているのだ。腹を立てるなら、 日本政府の危機管理の仕方に腹を立てるべきだ。我々にではなく、東京電力に怒りを向けるべきであり、謝罪するつもりはないと抗議した。ただし、翻訳家の野田健介によればこの漫画は、力士の横にいるネルソンモンホールをモデルにした人物を笑い者にすることで、原発事故が起きておきながら、オリンピックの開催に浮かれている人々を風刺しているという。 講義などの事態に発展したのは、容姿と発言の出だしが、英語、マーベラスであることから、本来の読者、フランス人には風刺の対象、ネルソン・モンホールがわかるが、日本では知られていない人物のため、理解できる歴史のみが、クローズアップされたためであるという。また野田はこの作品は風刺としては、表現が安易であり、本誌も、あまり真面目な新聞ではないと評している。 また、フィガロ紙東京特派員のレジスアルノーは、フッツ氏の風刺画被災者を傷つけたかと題する記事で、風刺は不可侵の権利である。事実、カナール・アンシェネは、フランスで最も信頼され、最も販売部数の多い週刊誌だ。同志の歴史は、第一次大戦中、前線からの悪いニュースを検閲する政府への抗議から始まった。以来、調査報道と、 過激な漫画で無数の腐敗を暴いてきたと説明し、福島原発の事故は漫画が引き起こしたものではない。自然災害と今日まで続く政府の対応の悪さだ。安倍晋三首相が福島の状況はコントロールされていると発言してから間もなく、東京電力はコントロールされていないとコメントした。このような軽々しい言動をもとに、 私たちジャーナリストはどんな記事を書けばいいというのか、と抗議した。さらに、かなーるアンシェーネ事号に掲載された次の文章を引用している。本誌の読者50万人のうち日本人読者は51人だ。我々が誰の感情を害したというのか、あの風刺画の標的は誰だったか、原発事故の犠牲者か、それとも放射能汚染を引き起こした企業と成果、 赤十字が飢餓で死にかけた黒人の子供の写真を発表するとき、それは子供を晒し物にするためか、それとも子供の悲惨な状況に対する世間の無関心を訴えるためか。この風刺画の作者、カビュは、シャルリー・エブドにも風刺画を掲載していたが、2015年1月7日のシャルリー・エブド襲撃事件でイスラム過激派に殺害された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。